ね、コンシーラーを塗ってないから多分クマがやばいんだよね、多分今ね。今この2つつけていくから、そしたら顔色変わるから安心して。今多分目の下がやばいんだよ、多分怖いよね。そう、今からちょっと変身していくね、ごめんね。こんな感じで一回半分だけやってみる。みんななんかこのなんか変なメイクの仕方とかって言うから、半分だけ見せればこれがどう変わっていくのか。まずこれはまあみんなが欲しい小顔効果でしょ。でこれがシェーディングを、シェーディング下地みたいな。そう、シェインなの。シェイン？シーン？どっち？シーンかな。ちーちゃん小顔だからシェーディングいらないよ。ノーファンデやめたの。ファンデーションは使わないけど、このシェーディングと、で私はシェーディングを目の下も入れちゃってます。だからクマが多いんですよ私。だからそのクマを隠す前に入れちゃう。化粧品も売ってるんだ。売ってるよ。ケラーニみたい、ありがとう。そうで、こうやって半分入れると半分こうなる。やばいよね、気持ち悪いんだよ最初こうやってやると。なんか変なんだけどキモいよね。でもとりあえず反対もやってみる。あんまりさ、気持ち悪い姿は見せたくないから結構パパッとやっちゃうね。あんまり姿が可愛くないからパパッとやるわ。私も化粧するの好きじゃない。しかも途中段階の顔とかよくさ、好きな人に見られるんだけどさ、すごい恥ずかしいんだよね。やべえみたいな、途中段階の顔バレてるみたいな。あんまりバレたくないよね。やっぱ機嫌って、やっぱ人間である以上、機嫌いい日と機嫌悪い日はあるじゃないですか。だから機嫌悪いやつにおちょくってくるやつはマジで最低だと思います。なんか生理中とかにさ、めっちゃおちょくってくるやつとかマジでさ、大丈夫かな。美人ってお金出すところに出して信用できるものやし。まあそうですか、そうなんですか。例えば私たちは何にお金使ってると思ってます。どこのシェーディングですか。私はシーンの使ってます。大人なら機嫌は自分で取ろうよ。え、何それ、何様なのこの人。今日は仕事ですか。そうですよ。目の上のハイライトすごいね。目の上のアイライナーです、キラキラの。キラキラのアイライナーです。なんかね、ファンデーションなくてもこんだけ塗りたくってたらもうね、大丈夫、十分だよ。あるあるだよね。ね、ほんとね、嫌味なこと言ってくる人いっぱいいるけど、もうね、ほんとにね、もうそういう人はほっとこ。キラキラのアイライナーがミステリアス。ほんとに？かわいい？これ、ペルーで買ったんだよね。よし、こんな感じで皆さん、勝手な想像とお洋服とか靴とか気使ってるように見えてます。私ですか、アクセサリーとか。そういえば私、体調悪い時に吐きすぎてどこに指輪を置いたか覚えてなくて、せっかく買った指輪もなくしたんですよ、両方。
指輪がないんですよね今。はあ悲しいです本当に。なんか吐いた時に多分指輪が邪魔だったんだと思う。でどっかに置いたんだと思う。でもどこに置いたのかわからない。本当にわからない。体調悪すぎたもんあの日は。そう両方ないの。むくんでて取れなくてイライラしてたのは覚えてるけど、取れてどこに置いたんだろうな。そうダイヤのやつで、やばいよ悲しみ。悲しいです。乾燥肌です。よくお分かりで。なんで分かるんですか。あ、そういえば、うち、てか地震大丈夫でした?地震大丈夫でしたみんな。私地震で冷蔵庫壊れたんですけど。え、みんな、別にそこまで揺れたわけじゃないのに。冷蔵庫が壊れたんですよ。なんで?もう。動かなくなりましたうちの冷蔵庫。明日新しいのが届きます。いやだから明日新しいのが届きます。保険入ってたみたいなんで。なぜ壊れたのかは分かりません。冷蔵庫なんか変臭いなと思って、だから肉が全部解凍されてて水とか出てきちゃっててヤバみたいな。壊れました冷蔵庫。しかもだって私日本に帰ってきて、東京に帰ってきたのって去年の11月でしょ。12、12、3、4、5、6ヶ月しか使ってないもん。6ヶ月しか使ってないもんだから。よく日本のものはねそうやってちゃんとこう対応してくれるから。これがペルーだったら、え、なんかお宅で買った冷蔵庫壊れたんですけどって言ったら、だから何ですかって言われるから。ペルーだったら、日本だったらちゃんと交換とかしてくれるから、ね、そのお店で買ったっていう、こうなんかちゃんとあの買った時にもらう、こうなんかなんとか証明とか保険とか書いてあるなんかよくわかんないやつ。1年ぐらいだいたいそういうのテレビとか洗濯機とか何でもそういうのついてるもん。群馬から持ってきたんじゃないんだね。違うよ、群馬で使ってたの全部。だってお前の男が買ったやつだったから。これあ、そうそうそう保証書、それだ。あれ閉じちゃった。よし閉めちゃった。ごめんごめんごめん。忘れてた、この中にいたのがみんな。もうこれで直せばね、松江くんも一瞬だよ、逆さになってるやつが。はっはっ。OK。 ありがとう。
これはね、まつげ美容液です。だからなんかまつ液とかつけてるとまつげが抜けちゃったり、まつげがかわいそうなことになっちゃったんだけど、これをちゃんと塗っておけば地まつげも伸びるし、まつ液も逆さになったやつとか整えるし、かわいいよみたいな、かわいいまつげで入れるよみたいな。はい、どう？脇に塗るやつは日によってですけど、これかこれかこれ使ってます。これが甘くて、これが赤ちゃんの香りで、これがちょっとフラワーな感じだから、使い分け方的にデート、普段使い、え、わかんない、これこれとこれはなんかこう気分、もう全部気分だよ今日はどれにしようかなみたいな、手届いた方みたいな、全部気分です。あんまり全部さ、リップライナーとかも削らないといけないのにさ、見ても全部こんな感じ、あれがないんだよ、削るやつ。これがすごく丸まってた。私猫背なんだよね。今年の目標、姿勢直したいとか言って全然姿勢直んないの。姿勢マジで直んない、本当に姿勢やばいよね。私難しい、ダサいんだよね、姿勢がブルってるよ。タトゥー日本で入れました。はい、小学生の時、包丁で、包丁が怖いかも。確かに、どうやって痩せた、あ、私これ体質なのかな。できた。じゃあさらば、またねー。みんな今日も楽しくていい夜にしてください。今日は金曜日です。金曜日って言ったら金曜日って言ったらやっぱパーティーじゃん。だからみんな若いんだったらパーティーへ行きなさいって感じ。若いならパーティー、若いならパーティー。じゃあね。I'll give you good wood though. If you want me, open yourself and darling, you probably should go. There's no way I'm just standing rain. I just make you say my name, say my name, say my name. Life about me might drive you insane. I don't give your flowers. I'll give you good wood though. If you want me, open yourself and darling, you probably should go. There's no way I'm just standing rain. I just make you say my name, say my name.